こんばんは、ヤミだよ。この間ね、ジョスがね、ファンクを外に連れ出してたんで、そしたら、こけて、ジョスはね、ファンクのね、腹がポキッとね、だからね、当分、修理に、入院するから代わりにこのラビは MC を務めます。ここのところね、ジョスはね、仕事が大変だったから、ずーっとね、動画作れなかったのね。で、申し訳ないっていうことで、ちょっとね、地元の河川敷まで出てね、いろんなね、なんかちょっとアホなことをやろうとしたらね、思いっきり、さっきからね、こけたみたい。ジャスもね、相当負傷したよ。それじゃあ、早速今日の渋谷で大食いチャレンジをジャスがしてきたから、その模様を、どうぞ。はぁはぁ。フォームの木にはね、すごいラグビーボールがあるよ。これはね、めちゃくちゃすごいのよ。ドデカサイズはね、卵6個とご飯がね、6杯分もあるんだって。食べれるかしら。この近くに、吉本のね、劇場があるのよ。若いね、イケメンのね、芸人がいっぱいいるんだけど、出待ちのね、女の子たちとね、和気あいあいと喋ってるのね。でね、もう目がね、もう食ってるって見えしてるのよ。吉本の芸人はみんなね、死んだ方がいいと思う。ジャス、準備はいい？それじゃあ、レディーカガ、レディーカガ。ジャスの話だと、プモの木のね、挑戦はすごく辛かったらしいよ。なんでかって言うとね、プモの木って初めてね、訪れたらしいんだけど、ギャルばっかりなのね。あとね、カップルちょこっといたんだけど、ほとんどがね、ギャルばっかり。だからね、ギャルがさ、いっぱいいるお店が怖いって、もうさ、完璧におっさんじゃない。年取ったね、ジャスも。でもね、今日のね、ジャスはね、気合が違うよ。なんでかっていうとね、フネッシーのね、ぬいぐるみが欲しくてね、ゲースに UFO キャッチやってたのね。4000円飲まれてね、結局1個も取れなかったから、めちゃくちゃね、ブチ切れててね、今日のジャスはめちゃくちゃ気合入ったよ。どこのゲーセンもそうなんだけど、フネッシーのさ、UFO キャッチは設定きついよ、あれ。全然取れない。うふ。どこのゲーセンにもさ、なんかUFO キャッチャーのオスみたいな人いるじゃん。ぬいぐるみいっぱい持ってる人。もう明らかにマスターみたいな。そのね、マスターがね、たまたまね、ジャスがね、訪れてたゲーセンにもいて、フネッシー普通持ってたのね。で、すいません、欲しいんですけど、どうやったら取れるかコツ教えてもらえないですかみたいなことをね、言ったら、結構今回金使ってんだよねって、マスターも言うのよ。で、どこのゲーセン行っても、なかなか取れないようになってんだよねって。だから燃えるとは言ってたよ。マスターは取れないんじゃねえ。悲しい破産にならないように皆さんもお気をつけください。そういえば、この間ね、赤坂の方をね、仕事で向かったのね。で、なんかさ、外国人赤坂さ、前から多かったけどさ、ここはもう何ヶ月か急激に増えたよね、もっと。10人に、まあ、2人か3人はもう外国人に会うって感じかな。北東アジアの人たち。まあ、すいません、なんか、ねえ、すごいよ、もう。皆さんもね、機会がありましたら、赤坂の方へ足を踏み入れない方が良いかと思います。赤坂はさ、昔は大人の街だったのにね、飲み屋とか料亭とかさ、神楽坂にちょっと似てたんだよね。で、テレビ局からさ、撮ってきてさ、その中ちょっとね、侵食されてたんだけど、ますますね、外国の人たち増えたね。赤坂のね、魅力って何だと思う？実はね、男性でも、日傘を差してる人がいっぱいいます。キモいです。それとね、喫煙所がね、ほとんどない。だからね、タバコ吸う人にはね、地獄。あ、そろそろ、ジャスは完食しそうですね。じゃあ、見守っていきましょう、最後。10分で完食です。ちょっとかかりすぎたんじゃないかな。次回、期待したいと思います。この後、素敵なスポットを紹介していきたいんだけど、いろいろね、ラビがね、喋るとね、台無しになっちゃいそうだから、ここでお口に着します。それでは、ゆっくり、どうぞ。